皆さんこんにちは、愛賀真理子です。梅が見ごろを迎える時期ですね。池上梅園ではおよそ370本の梅が植えられているそうですよ。大田区の花が梅ということなので、皆さんも今年の梅を楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは新ニュースウォーター2月16日号、今回は災害に備え、先月蒲田駅と京急蒲田駅周辺で行われた滞留者対策訓練と、区役所が行った区の職員による災害対策本部運営訓練の模様をお伝えします。また後半では大田区総合体育館で開催された東京キャッチボールクラシック大会と、平和島公園で行われた自然体験キャンプセミナーの模様を合わせてお伝えします。それでは初めに、災害に備えて先月行われた2つの訓練の模様からお伝えしましょう。2011年の東日本大震災の際、電車が止まり、駅周辺に多くの滞留者や帰宅困難者が発生してしまった教訓を受け、先月23日、区では JR 蒲田駅と京急蒲田駅の周辺で滞留者対策訓練を実施しました。訓練には区の職員や鉄道関係者とともに、自治会、町会、地元商店街や企業の方々なども参加。ただいま大きな地震がありました。午前10時、地震の発生を駅員が知らせ、一斉に訓練がスタートしました。この日の訓練では、地震発生後、駅の内外と自由通路、東西の駅前広場周辺に多数の滞留者が発生したと想定。滞留者を近隣の一時滞在施設へ安全に避難させることを目的としています。蒲田駅のほか、京急蒲田駅でも同時刻に避難を開始した参加者の皆さん、また本部が置かれた大田区役所では、地震発生時の安全確保を目的としたシェイクアウト訓練を実施。姿勢を低く、頭を守り、動かないの3つの行動を職員が一斉に行いました。一方、蒲田駅構内から区の職員や鉄道関係者に誘導された滞留者は、まず一時待機場所となる西蒲田公園へと向かいます。西蒲田公園には、蒲田駅西口周辺にいた他の滞留者も続々と集合。そこで安全が確認されると、次に滞留者を受け入れる一時滞在施設へと移動します。災害時に一時滞在施設となるアプリコでは、職員の皆さんが滞留者の受け入れ訓練として、実際に非常食の配布などを行ったほか、館内では電気、水道などのライフラインに関わる防災展示を実施。このほか、蒲田駅周辺では産業プラザや片柳学園でも滞留者の受け入れ訓練が行われました。見るのと聞くのとでは、やるのとでは全然違うので、実際に歩いてきてよかったと思います。一緒に誰か行ってくださればいいんですけど、一人の時だと怖いかなという。また先月28日には、区の職員による災害対策本部運営訓練が行われました。この訓練では、東京湾北部を震源とする震度6強の地震が発生したと想定し、大田区の災害対策本部の各部署が、さまざまな状況に対してどう対応するかを模擬体験するもの。地震発生後、区役所には消防署や警察署をはじめ、避難所や病院、一般の区民や報道機関などから次々と情報や被害報告が寄せられ、それに対して各部署がどう対応するのか、職員が課題を与えるコントローラー、それに対処するプレイヤーに扮して訓練を行います。ここに自衛隊の120名を投入して、区内某所で火災が発生し延焼している、また帰宅困難者の収容先では数百名程度が入りきれず溢れているなど、想定されるあらゆる状況に
プレイヤーとなった職員たちが次々と対応していきます。避難所の情報を持っている地域抑制士とそれを調整してほしいという内容です。上司に判断を上げたくても、上司が忙しかったり他のことで対応しているとなかなか判断を仰げなかったりするので、そういうところが反省かなと思っています。今回はいろんな課題を全ての部にこちらから提示をしていきましたけども、それに対して各部がどの程度できたかどうか、これから検証になりますけども、そういった意味でよりその連携という意味も含めまして充実した訓練をまた考えて進めていきたいと思います。東日本大震災の発生からこの3月でちょうど丸4年、その時に得た教訓を忘れないためにもこうした訓練を重ね、区では明日来るかもしれない災害に備えています。災害への備え、皆さんのご家庭ではどのようなことをしていますか？備蓄品の準備をはじめ、災害時の連絡方法や集合場所などをご家庭で改めて確認してみてください。それでは次に、大田区総合体育館で先月開催された東京キャッチボールクラシック大会の模様をお伝えしましょう。今年で2回目となるこのキャッチボールクラシック大会、今回は大田区の9つの少年少女野球チームをはじめ、都内各所から15チームが参加しました。開会式の後、ステージには今大会のゲストとして元メジャーリーガーの田口壮さんが登場。田口さんによるキャッチボール講習会が行われました。このまま振っちゃうと、こう振るとここが2つが投げた、こうならこうなって、そしていよいよ予選大会のスタートです。このキャッチボールクラシック大会では、9人1組のチームが2分間で何回キャッチボールができたかを競います。キャッチボールクラシックは日本プロ野球選手会が野球の原点であるキャッチボールの楽しさを多くの人たちに伝えたいと生み出した競技。キャッチボールといっても、メンバー同士の息が合わないとボールがそれたり落としてしまったり、途切れずに投げ続けることは意外に難しい様子。一人一人の投げ方の癖など、お互いをよく観察しながらボールを投げ合うことが記録を伸ばす秘訣のようです。予選が終了し、小学生一般部門、中学生部門からそれぞれ3チームが決勝へ進出。そのまま決勝戦へと突入します。競技の結果、小学生一般部門では太田リトルリーグ A チームが、中学生部門では羽田アンビシャス A チームが見事優勝を果たしました。ボールがグローブ弾けちゃって、ちょっと取れにくかったんですけど、すごく楽しくて元気も出ました。練習は必要ですけども、何が一番大事かというと日頃の積み重ね。ちっちゃいことの積み重ねが先になったら大きな差になってきます。野球界の将来、皆さんにかかってます。よろしくお願いします。頑張ってください。キャッチボールはただ単にボールを投げ合うだけでなく、実は受ける相手への思いやりが必要なボールを使ったコミュニケーション。今回の大会を通じてそうしたことを学ぶこともできたようですね。それでは続いて、平和島公園キャンプ場で開催された自然体験キャンプセミナーの模様をお伝えしましょう。キャンプを楽しみながら屋外でのイベントや災害時などにも使えるアウトドアのさまざまな知識や技術を学んでもらおうと、平和島公園のキャンプ場で開催されたこのキャンプセミナー。今回はドゥアウトドアライフ研究所代表、 NPO 法人東京キャンプ協会の副理事長で、年間およそ100泊のキャンプをプロデュースしている伊藤幸太郎さんを講師に招き、
2日間にわたってキャンプ体験を行いました。今回セミナーに参加したのは青少年活動に携わる人たちをはじめとする16名の方々。まずはレクリエーションを通して互いが打ち解け、参加者同士の距離を縮めます。続いてはビニールシートを使った空間作りです。この時に役立つのがロープワーク。蓋結びや自在結びといった基本的な結び方とその使い方を覚えておけば、さまざまなシーンで活用できます。 OK。 協力しながらテントを張り終えた参加者は、続いて2班に分かれて食事作りに挑戦。今回は小麦粉でほうとうとすいとん作り、イーストを混ぜてのパン作りにチャレンジしました。十分な道具がなくても工夫次第で何とかできるもの、そんな伊藤さんの言葉を受け、空き缶やテントのポールを綿棒代わりに使うなど、アイデアを出し合いながら料理に取り組む参加者の皆さんです。自分の地元に戻った時に役に立つ技術をこうやっていろいろいろんなことをやる中からヒントを持って帰ってもらったりとか、まあ、少ない材料の中から今も缶を使ったりとかいろいろ教えていただいてありがたいと思います。ロープワークや火起こしなどを仲間と協力しながら取り組む、その楽しさを実感した参加者の皆さん、出来上がった料理をいただきながら寒さを忘れたように楽しく語り合っていました。アウトドアの醍醐味は道具や設備ではなく、仲間と協力しながら取り組むことなんでしょうね。それでは最後に大田区からのインフォメーションです。これから定年退職を迎える世代の皆さんが地域デビューへの足がかりをつかんでもらう場として、3月14日、区内のさまざまな地域活動団体などとの交流が図れる地域デビュー応援の集い in 大森を開催します。対象は区内在住のおおむね55歳以上の方。参加費は1人500円です。参加をご希望の方はご覧の番号まで電話もしくはファックスでお申し込みください。区ではグループで近くの公園の花壇作りや園内清掃、地域交流イベントの企画などを行うふれあいパーク活動に参加する団体を募集しています。対象は公園の近隣の方で組織する5名以上の団体、各地域庁舎で配布している申請書を持参の上、各地域の町並み維持課までお申し込みください。詳しくはご覧の番号までどうぞ。さて今回のシティニュースをいかがでしたでしょうか。次号3月1日号では区立小学校の学校校外施設として、また区民の保養施設としてこの4月にリニューアルオープンする伊豆高原学園に関する話題をはじめ、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。